おはようございます。今日は1月の14日に購入した、ゲームソフトと今日1月15日に購入したゲームソフトの紹介です。それでですね、今回はあまりお金もないので100円ばっかりの商品でございます。で、まず最初が昨日ですね、ハードオフで買ってきたものです。ハードオフもね、あまりちょっと在庫もないようでこれだけですが、プレイステーション用コントローラー、ホリパッド、これは2かな、ホリパッド2かなと思うんですけどね。他にもホリパッド持ってますが、同じ色のも持ってるんですが、こちらですね。もう100円だったので、購入しました。で、次が、スーパーファミコンのハトソンのスーパーパワーリーグ。これも110円でした。説明書はついてました。カセットも綺麗で。ビニール袋と他のもう1枚の紙はありませんでした。これで110円なら、お安いとは思います。そして最後にプレイステーション2のザ・ブロック崩しハイパー、シンプル2000シリーズのボリューム5ですね。これも110円でした。ね、中綺麗ですよね。本当に。ディスクをいじってないんじゃねえかっつうぐらい。あ、でも汚ねえ。傷があるわ。表面だけでした。まあ、これはこれで。購入をしてみました。それで、今日買ってきたのは、ブックオフ。いつもの近所のブックオフ。そして、最初に買ってきたのが、スーパーファイナルマッチテニス、110円ですね。まあ前々から置いてあったんですけどね、もうこの際買ってしまおうと買うことにしました。で、こちらバスフィッシング、これも110円ですね。まあ、これも前からあったやつを購入してみました。で、こちら、あれ、テクモスタジアムかな、これ。ちょっと名前がわかんねえ。スタジアムしかわかんないですけど、テクモの野球ゲーム、110円。これも売れ残ってるようなもんですね。で、あとはゲームボーイなんですけど、よいしょ。全部110円。筋肉番付ゲームボーイのやつ。筋肉番付 GB2。これも110円ですね。見えるかな？暗いな、ちょっと。で、ドラゴンクエストのドラクエモンスターズ1、2が両方各110円。そして G1 ステーブル、こちらも110円。これがちょっとよくわかんない、名前がわかんない、見えない、
缶詰モンスターというゲーム、缶詰モンスター110円ですね。まあこんなところです。ちょっとね、やっぱいろいろ年末年始と買い物しすぎたちゅうことで、今回はすべて110円で集めてみました。それではクリーニングして動作確認していきます。ありがとうございます。